皆さんこんにちは、田中玲子です。今回はですね、口の周りのカサカサなんですよ。時々ありますよね、カサカサって言って。乾燥というよりはどちらかというと角質が本当にガサガサしてるんですよ。目の周りとかこういうのはどうしても乾燥から来るガサガサなんですけど、ここは角解除、角質が本当にきちんと代謝されてない、角質が残っちゃっている、そういう状態なんですよ。ですから皆さん、ピーリングなんですよ。はい、スポイトに取りました。はい、こんな感じで口の周りガサガサしてるなと思うところにこんな形で、はい、塗っちゃうんですよ。こう、やだな、こういう、あー、ガサ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 してるね、こんな感じで、はい、本当に塗っちゃいます。いいですか、こういう塗り方して、ご自分がガサガサしてるところ全部塗っちゃっていいです。少し場所によってはチリ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 するんですよ。角質が少しと剥げるとき、とげる、あのとなんか剥がれるときなんですけどね、少しチリチリ感があるんですよ。ですからこのチリチリ感は全然心配ないです。だいたい口の周りでしたら3分置いて構わないです。皮膚がなんかあの整ってるとチリチリ感はかなり遅いです。それから皮膚が薄いところはチリチリ早いので、角質がすごくもう変にむけちゃってるところはちょっとチリチリが早いかもしれないです。ですのでもそれも心配なく3分はこう置いて構いません。はい、そしたらですね、はい、3分経ったとしますね。あのご自宅でこうやってあの洗面所でこうやってゴシャゴシャゴシャって必ずきちんとね、こういう洗っちゃってください。そして、はい、押さえます。これもガサッと拭かないで、水滴を取るように、押さえるようにやってください。ここからです。ね、こうやったら角質が取れてるんですよ。ですから、できるだけ早くに、この後に化粧水です、ね。お手持ちの化粧水で構いませんから、こういう形で。これは本当に、まあさね、皮膚再生なんかもする、修復もする、ね、乳酸菌生成液が入ってるからなおいいんですけど、はい、これを塗りました。これの時にただこうやって塗るのもいいんですけれども、こうやってしっかりこれこすらないんですよ。同じこうやって押さえて押さえて、こういう形で押し込む形にしてほしいんですよ。これを角質の深くまでね、浸透するように。で本当にすごい荒れてたらもう一回押し込むんですよ。でこれが大切。もしくは3回ぐらい押し込んでもいいです。角質取っちゃった、ピーリングで取った化粧水が本当に中まで押し込まれた、そうするとカサカサ、本当にかなり1回でも変わります、ね、そしてそのまんまにしとくのもいいんですけれども、押し込んだ後には薄く膜を1枚クリームでも、ね、乳液でもオイルでもいい。はい、化粧水が浸透しました。そしたらこうやってこれも軽く押さえるように、一つ胃膜、皮脂膜を作って、ね、保護してあげるんですよ。これがまた角質が本当に角質以上にならない一つのコツ。特にまあこれ今 EA ホースを使ったんですけど、こういう形で角解除を 正常に持ってくる、こういうものを使えるとこのガサガサがこれからも起きづらくなるので、ぜひお試しくださいね。ガサガサしたらピーリング、でそして3分置いたら洗い流す、それで化粧水を押し込む、で薄く油膜を作っておいてくださいっていうのが、これがコツです。 ですから皆さん、口元も本当に綺麗な艶やかな肌でいてくださいね。本当に頑張ってくださいね。